ラキスタは、ビミズ鏡による4コマ漫画、及び、それを原作とした、ゲーム、アニメ、小説作品。角川の、月刊ゲーム雑誌、コンプティークにおいて2004年1月号より、連載されているほか、コンプエースなど数紙で掲載されている。小柄で、アニメやゲームが大好きな、オタクな女子高生船コナタと、その友人でゆったりした性格のヒーラギつさ。 つかさの双子の姉でしっかり者で、ズッコミ役のヒイラギ鏡、洋子丹偵で白色ながら天然なところがある、コーラみゆの4人を中心として、その周囲の人々も含めた、まったりとした、普段の生活を描いている。タイトルは、ラッキーイースターが原義であり、単行本表紙のロゴにもそうデザインされている。作者の美水によれば、女の子が学園生活を送る漫画のタイトルとしてイメージした。 結果、女優が演じるという意味合いの、スターと、幸運や、気まぐれという意味を持つ、ラッキーを合わせたとしている。そもそもは、コンプティーク誌でわずか3ページの4コマ、漫画連載枠が空いたための掲載だったが、人気を博したためページ数も増え、さらに、月刊少年エースや、月刊コンプエースなど、掲載誌も増えていった。二千五年八月十四日に、ドラマ CD が発売され、 さらに2005年12月1日には、任天堂 d s で、ラキスタモエドリルが、2007年5月24日には、同じく任天堂 d s で続編の、新、ラキスタモエドリル旅立ちが発売された。2007年4月から9月にかけて、テレビアニメ版が放送され、それに連動する形で2007年1月から、ラジオ番組、ラツキーチャンネルも放送が開始した。 2008年1月24日には、新、ラキストの予約特典であった恋愛アドベンチャー、ラキスララッキー、スターラビッシュロマンスマイナスが、プレイステーション2用アドベンチャーゲーム、ラキスタリオ桜学園桜藤祭りというタイトルに変えて発売された。2008年夏には、OVA とアニメ版の声優によるドラマ CD が発売。2009年12月には、 プレイステーションポータブルで、ラキスタ、ネットアイドルマイスターが発売された。月刊コンプエース2011年4月号及び、コンプティーク2011年4月号にて、作品発のミュージカル化作品、ラキスタオンステの企画が発表され、2012年9月20日から30日まで、東京ドームシティアトラクションズ内にある、シアタージーロッソで上演された。また、サイドストーリーとして、 登場人物の一人で情報ページ、ラツキーチャンネルのキャプテン、オカミ・アキラを主人公にした、アキラの王国が、コンプエースからで、萌え、ドリルシリーズのオリジナルキャラクター、宮川ひなた、日陰姉妹を主人公にした、宮川家の空腹が、コンプエイチ、S、コンプエースを経て、コンプティークで、それぞれ連載されており、宮川家の空腹は2013年4月より、 ウェブアニメとして配信された。主な登場人物4名は、漫画連載開始時は、高校1年生であり、当初は、実際の年度が進むに従って、リアルタイムに進級していた。テレビアニメ化などに伴い、編集部の方針によって、高校3年生の2学期以降は時間の流れが、実質的に停止し、アニメでの展開が一段落した2008年に、入ってから、 また時間が進むようになった。その後、第6巻のエピソード169から171で高校を卒業し、第7巻で進学、進級している。なお、アニメは高校2年生から始まり、後に3年生に進級している。また、漫画では、三つどもえや、ストライクウィッチーズなど、ゲームでは、フェイト、ステイナイトや、魔法少女リリカルなのは、 などと他作品とコラボレーションしたこともあるほか、ネンドロイドをはじめ、ストリートファイター4や、マクロスカイなど、他作品とのコラボ商品も販売されている。ラキスタの登場人物を参照アニメ版の舞台は、埼玉県春日部市をモデルにしている、両桜学園高等学校、両桜学園高等部コナタたちが通う学校、埼玉県内にあるという設定。 こなたたちの学年で13クラスもあるマンモス校。女子の制服はセーラー服で、スカートと襟の色が、冬服は赤で、夏服は青。プールはあるが、体育の授業になぜか水泳は入っていない。アニメ版では、作者の出身校がモデルとなっている。高宮神社ヒイラギ姉妹の父が宮司を務める神社で、ヒイラギ家はこの境内に居住する。家の電話機は古い黒電話で、 電電校舎の600系電話機である。アニメ版でのモデルは埼玉県久喜市にある和紙谷神社。こちらの最寄り駅は東武鉄道伊勢崎線和紙宮駅下車5分程度。埼玉新聞での掲載4。コマなどでは和紙谷神社がそのまま登場しているが、あくまでもモデルとしてである。カスヒブ駅アニメ版にのみ登場。鉄道会社は東武鉄道と表記されている。モデルは 東武鉄道伊勢崎線、野田線かすか駅、泉家の近所埼玉県沙手市と思われる、両桜学園入学案内所の、ラキスタ関連マップでも東武鉄道日光線、沙っ駅が、泉家の最寄り駅として記載されており、アニメ版では、沙手市内や権ンゲ銅包みがモチーフとして用いられている。沙手市は、作者の出身地であり、作者の急遽が2009年春に、 泉家を再現する形で、ギャラリー兼交流施設、気まぐれスタジオビ水鏡ギャラリーさってとして2011年初めまで、開館していた、秋葉原漫画や、両桜学園桜藤祭りの作中で、秋葉原に行くエピソードがあるほか、ま、ラキスタ萌えドリル旅立ち、ネットアイドルマイスターでは、秋葉として、主な舞台の一つとなっている。また、アニメ版では、第16話で、秋葉原として、 登場、同地には、こなたのバイト先のコスプレキスサがある。埼玉市大宮区具体的な地名としては、作中では出ていないが、両桜学園入学案内所の、ラキスタ関連マップには、よく利用する、ゲーマーズ、アニメートのある街として記載されており、アニメ版では、大宮駅の西口周辺や、大宮ソニックシティなどがモチーフとして使われている。田園調布アニメ版では、 コーラみゆきの家がある街のモデルにされている。池袋アニメ版作中で、池袋に行く、または、乙女ロードが話題となるエピソードがあるほか、ネットアイドルマイスターでは、袋として、主な舞台の一つとなっている。京都、奈良アニメ版の第21話でこなたたちの学年が、秋の修学旅行で訪れた年、チャーターした観光バスは、京都に本社があり、首都建築にも営業所がある。 八坂観光の車両がモデル。三浦海岸神奈川県三浦市の海水浴場。アニメ版第6話でこなたたちが海水浴に訪れる。その他、アニメ版では、東京ビッグサイトなどが舞台として使われている。中期がない限り基本的に出版元は、角川書店角川角川書店、ブランドカンパニー角川、掲載中なお、コンプティーク掲載文が、ラキスタの本編であり、 コンプエースなど他紙で掲載される文については番外編といった扱いになっている。そのため、コンプティーク掲載文とコンプエース掲載文、さらに工術の単発掲載文などで矛盾する点がある。また、日本国外では、公衆天文かドカは同マンが中国で発行している天満に2012年3月号より掲載されている。不定期掲載掲載終了このほか単発では、 ガンダムゲームエース、月刊、アスカ、ドリマガ、近代マージャン等の他しへのゲスト作品、単行本発刊時のコミックとらの穴での特典ペーパー、青山学院大学でのトークショーなど、各イベントでの書き下ろし作品などがある。角川角川書店ブランドカンパニー角川コミックス、より刊行されている。累計発行部数は2009年3月時点で350万部を突破した。 日本国外版、ビミズのゲームギガビミズによるゲームコラムで、ラキスタのキャラが紹介される、ゲームの紛争などをする一枚絵と文字による会話で掲載されていた。判券の関係で、単行本には未収録だが、コンプティーク2007年10月号増刊、ラキスタ夏のを開く特集号にて全話及び、当時を振り返る微水のコメントが掲載されている。 アキラの王国美水鏡によるサイドストーリーでコンプエースの主に超ラッツキーチャンネル文庫ラキスタラッキーストリムの枠にて不定期連載されているラッツキーチャンネルの進行役オカミアキラを主人公とした作品で3人のクラスメートとの学校内などでの会話やアキラのアイドルとしての日常などで構成されている 2012年1月号の掲載を最後に連載が中断されているが、それに関する説明は今のところない。2013年4月号で、ラキスタラッキーストディムが終了したため、今後はどのように掲載されるようになるか不明。アキラ VS、千尋アキラの王国の中断中に、ラキスタラッキーストディムの枠にて、イラスト担当のドツが描いた4コマ漫画。 オカミ・アキラと、オオカミ・千尋のアイドル生活などの日常で構成されている、ラキスタラッキー・ストディムのコーナー終了に伴い、この作品も終了となった、ラキレポ・コンプティークの超ラッキーチャンネルの枠にて酒好き誉れが描く1ページ漫画、オカミ・アキラと、ニャンダローくんが、ワシミヤなどで行われる、ラキスタのイベントを紹介する内容となっている。なお、 ラキスタのレポート漫画としてはこれ以前に、吉沢緑寺によるものが、コンプティーク2009年8月号及び、こなたは俺を読め、に掲載されている。ラキスタを開く、カーニバル過去の作品をカラー化したものや、フロムゲーマーズに掲載された、番外編、ショートストーリー2作、イラストレーター、漫画家による、イラスト、アニメ化及び DS 版、新、 ラキスタ萌えドリル旅立ちの情報を掲載。ラキスタ公式ガイドブック量、桜学園入学案内書、版2010年5月21日初版発行、ISBN 978から9862376393漫画版の公式ガイドブック。キャラクターの詳細ガイドや、イラストギャラリー、ラフスケッチ、情報ページ、ラツキーチャンネルの歴史。 用語集、四巻字手までの全エピソード目次、美水鏡インタビューなどで構成、ラキスタオキラクボックス戦コナタ編、ヒーラギ鏡編コナタ、鏡それぞれのパッケージになっており、それぞれフィギュア、CD ロム、解説小冊子、両桜学園生徒手帳型のメモ帳を同梱、ラキスタ、三笹桜学園入学記念ボックス両、桜学園入学のしおりと、 シャープペンシル、消しゴム、定規、ペンケースのステーショナリーセットを同梱、ラキスタ、鈴宮春日ちゃんの憂鬱でっかいお楽しみ本、鈴宮春日ちゃんの憂鬱とのコラボレーションブック。2作品の新規描き下ろし作品や単行本未収録作品。インタビュー記事を収録したムックと、ラキスタのブランケット、春日ちゃんの T シャツを同梱、ラキスタを開く公式ガイドブック。こなたは俺を読め。 漫画版の公式ガイドブック第2巻、第5巻から第7巻までの内容をもとに、新キャラクターを含めたキャラクターの詳細ガイドや、設定資料、イラストギャラリー、ラツキーチャンネルの歴史、全エピソード目次、秘ミズ鏡インタビューなどで構成。ラキスタと学ぶ、科学、理論編が面白いほどわかる、本番、2012年3月23日、初版発行。 ISBN 978-9862874929ラキスタと学ぶ科学有機編が面白いほどわかる本ラキスタと学ぶ科学無機編が面白いほどわかる本ラキスタの登場人物をナビゲーションキャラクターに用いた科学の学習参考書理解しにくく覚えにくい科学現象をイラストやビジュアルによってわかりやすく解説することを 主眼において作成され、イラストもこの本のために新たに描き下ろされている。ラキスタをらく、海運ゆるっと、合格祈願セット聖地巡礼ガイドブックと、鏡&、つかさ海運ふりふり、ソーラーマスコット、南、ストラップ、つかさお守りを同梱ラキスタ、ファンブック10周年だよ、全員集合。連載開始10周年を記念した、ファンブック、イラストギャラリーや、 キャラクターガイド、美水の過去の原稿や没原稿、ロングインタビューに加え、アニメを中心とした、メディアミックスの記録や主要声優4人のインタビュー、舞台となったわしむや、さってに関する記事、伊藤の意地、無りりん、べっ鈴平博、竹本康博、堀口幸子、吉崎観音、S の栄え、名き美香、日がゆかり、K の気候イラスト、町田高子の気候小説、 花つぼみと酒好き誉れぬ気候漫画で構成。美水鏡画集ラッキースタービス水化が未発の画集。ラキスタのオリジナルイラストやコラボイラストを中心に収録。ラキスタの連載が開始して4ヶ月後のコンプティーク2004年4月号に欄外の文字投稿コーナー。ラキスタ横丁が開始したのが始まりとなる。同年7月号にスペシャルインフォメーションが掲載され。 同年12月号より、レギュラー化、そして2005年5月号から、ラツキーチャンネルとして、本格開始、同コーナーのキャプテンとして、小上明が登場する。この時期より、フィギュアやドラマ CD、ゲームなど関連グッズのリリースが行われることによって、ラツキーチャンネルも、読者投稿だけでなくこうしたメディア展開の、情報コーナーとしての役割を担うようになった。 ラキスタの連載が3年目に入った2006年1月号にコーナーをリニューアルし、ラツキーパラダイスが開始、これまでのアキラが二等兵に格下げする代わりに新たに桜葉光をキャプテンとして登場させた。この時期にコーナーのページ増や多数の企画が実施された。その後再ゲーム化、アニメ化に伴い2006年11月号に超ラツキーチャンネルへと再度リニューアル、アキラ、 ヒカルのダブルキャプテン制に移行した。その後ヒカルが本編に出ることが多くなったことから、2009年8月号で、ヒカルが卒業、同年9月号より、新たなアシスタントとして、ニャンダローが登場。2011年1月号からは、超ラッキーチャンネルにコーナー名を変更した。2013年より、コンプティーク市場の各作品の読者コーナーが、 コンプティーク本体の読者コーナーである、コンタマに統合されるようになり、超ラッキーチャンネルは2013年2月号で終了。2013年3月号からは、イラスト投稿コーナーは、コンタマ。内へ移動され、ラッツキーチャンネルのタイトルで復活。元の情報コーナーは酒好き誉れの描くレポート漫画、ラキレッポが掲載される、超ラッキーチャンネルへ変更となった。なお、 欄外の文字投稿コーナーは2013年現在も、チョーラ羅付きチャンネルのタイトルのまま継続されている。2007年からは、コンプエースでも、チョーラ羅付きチャンネル文稿として、コーナー展開を開始。ただし、こちらではキらのみが登場していた。2010年6月号より、パートナーキャラとして、ピキシーフで公募された、大上千尋が登場。2011年1月号からは、ラキスタ ラッキーストリームにコーナー名を変更して継続していたが、宮川家の空腹のコンプティーク遺跡に伴い、2013年4月号で終了した、アキラの王国及び、アキラ VS 千尋は主にこの枠内で掲載されていた。またそれとは別に、乱外の文字投稿コーナーは、帰ってきたラッキーチャンネルというタイトルで継続されていた。これまでのコーナー名である。 ラツキーチャンネルは公式ウェブサイトや、ラジオ番組及び、この番組を元にしたアニメ版のミニコーナーに、名前が引き継がれ、同番組、コーナーと、超ラツキーチャンネルなど、コンプティーク、コンプエース紙面、公式ウェブサイトとの連動企画も行われている。また、ラツキーパラダイスはアニメ版の制作委員会の名称として用いられている。連載初期には、 コンプティーク市場の本体の読者コーナーに、コナタが送ったハガキが掲載され、それを喜ぶ漫画が描かれたほか、2009年になってからは、コナタと日和がコンプエースに投稿しようということになり、その後同士読者コーナーに、コナタが送ったハガキが実際に掲載、ボッツになった日和が落ち込むというエピソードや、当庁、ドルアーガに、コナタが投稿したアイデアが採用され、ドルアーガの当座、 リカバリー・オブ・バビリムで実際に使われるなど、投稿に関して、メタフィクション的なことも行われている。詳細は、ラキスタを参照テレビアニメが2007年4月から9月まで、千葉テレビなどの独立 UHF 局を中心とした16局で放送された。全24話、また、2008年9月26日に、OVA が発売された。 2005年8月24日にフロンティアワークスより発売された。アニメ版とは声優が異なる。声の出演スタッフ2008年8月27日にランティスより発売された。当初は同年2月6日に発売される予定だった。担当声優は前述の2005年に発売されたドラマ CD 版の声優ではなくアニメ版の声優が起用されている。脚本は アニメ版のシリーズ構成、脚本を担当した、町田隆子が手掛けている。声の出演各キャラクターについて原木スタの、登場人物参照このほか、早くを、立木文彦、クジラが担当する。スタッフアニメ本編放送前の2007年1月から、明役のコ野博美と実役の白石実が、パーソナリティとなったアニラジが、ラジオ関西で、放送、また一周遅れで、 ランティスウェーブラジオで配信された、ラツキーチャンネル放送時は、アニメ内の同盟ミニコーナーや公式ウェブサイト、コンプティークなど、関連各種との相互連動企画を行っている。また、ラツキーチャンネルの第21回から鏡役の加藤栄美里と、司役の福原香織が、ミニコーナーを担当。この二人は後番組の、両桜学園放課後の机でも、 パーソナリティとして出演したほか、シンでは、ミサオ役の水原カオルが出演した。また公開録音や各種イベントも開催しており、その模様はラジオで放送されたほか、関連各種の付録 CD やアニメ DVD の特典映像として収録されている。なお、各番組の詳細は、それぞれの項目を参照。タイトルは、ラキスタオンステ。 映劇の制作で2012年9月20日から30日まで11日間15公演を東京ドームシティアトラクションズ内にあるシアタージーロッソで上演した。2012年7月20日には同所で角川書店社長の井上信一郎と映劇プロデューサーの豊た氏によりアニメ原作の舞台ミュージカル化を今後はアニメライブと呼ぶという。 アニメライブ新世紀宣言が行われている。公演終了後もキャストの登場するイベントが幾度か行われており、コンプティーク市場にも登場している。その他、ゲスト登場時に、いくつかの楽曲が使われている。聖地巡礼の対象の一つとされている、鷲宮神社。鳥居の側にあるのが、大鳥居や屋鷲宮アニメ雑誌、月刊ニュータイプ2007年8月号の付録。 ラキスタ敵遠足の潮入りにて埼玉県北葛飾郡和紙谷町の和紙谷神社をはじめとしたいくつかの場所が本作の舞台の一つであると紹介されたことをきっかけにファンが聖地巡礼と称して登場した場所を訪れるようになった。和紙谷神社においては彼らがエマにラキスタの登場人物の絵を描いて奉納する記念撮影を行う。 コスプレ姿で参拝するなどの行動がマスメディアを通じて報じられた。初詣の参拝客も2008年にはこの年の埼玉県内第3位となる約30万人、また2009年には同第2位となる約42万人に達し関係者の驚きを呼んだ。なお、初詣の参拝客の過去最高は2014年。 現在、2011年から4年連続で約47万人で、あり安定している。近年の初詣における参拝客の推移は、以下の通り。こうした、巡礼を受け、和紙谷町商工会は、町独自のオリジナルグッズを制作、同会青年部の運営する、大鳥茶屋和紙のみ、やや町内の複数の商店にて発売し、作者や、出演声優の和紙谷神社への、 公式参拝イベントを開催した。その他にも、歳末セールで、ラキスタのキャラクターをあしらった、スクラッチカードを用いるなど、様々な地域振興策に取り組んでいる。和紙宮町もこうした経緯から2008年4月1日付で、ヒーラギ一家を町内の架空の住所に住民登録し、同年4月7日より特別住民票の交付を行った。また、毎年9月に行われる、 ワシミヤ神社のハセ祭では2008年よりラキスタのキャラクターを描いたラキスタミコシが練り歩くようになり報道などで話題となったほか2010年に行われた上海国際博覧会でのジャパンウィークコフェスタイン上海ではこのミコシの特別公演が行われたさらに作者の美水の出身地であり作中ではこなたの住んでいる町とされるサッテ市の商工会でも ラキスタを元にした地域振興策として、歳末セールでラキスタをフィーチャーした企画を実施、オリジナルグッズの制作、発売を行ったほか、関連イベントの開催するなど、様々な企画を行い、2009年3月28日には、微水化が転居に伴って、空き家となった急遽無償で、商工会で借り受け、泉家を再現したギャラリー兼交流施設、 気まぐれスタジオビミズ鏡ギャラリーサッテを開館2010年1月1日付で泉一家をギャラリーの所在地に住民登録し同年1月3日より特別住民票の交付を行ったまたエコポイントの交換商品としてサッテ市共通商品券ラキスタ商品券フルコンプセット3000円分を用意したメインの舞台となったカスカベ市でもワシミサッテ双方に グッズのための切り細工を提供しているほか、カスカベ独自の商品開発も行っている。また三市町の商工会、商工会議所等関係各所で相互連携しており、各商工会の間で、半券データの共有や今後のイベント開催、グッズ販売での共同事業の展開などに取り組んでいる。2007年12月からの2008年5月までの、 半年間の和紙宮町での経済効果は4170万円。商工会の2007年度決算での歳入合計が前年度比36%増の8000万円になったと発表。去ってしも約2500万円の経済効果があったと商工会が発表している。また、聖地巡礼、オタクツーリズムや漫画、アニメ等を用いた町おこしの成功例として、経済的、 学術的観点からも注目されるようになり、和紙屋町商公会でも北海道大学観光学高等研究センターと共同でメディアコンテンツと地域振興のあり方に関する研究プロジェクトを行っている。このほか2009年より埼玉新聞に断続的に記事や漫画が掲載され、2010年からは、長谷祭りや和紙屋、さって両商公会のスタンプラリーに、 埼玉新聞社が主催者として参加。2012年6月からは国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所の新聞広報に本作のキャラクターが起用され制作した埼玉新聞と読売新聞埼玉版に掲載されている。また舞台を沿線に持つ東武鉄道とあの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。 の舞台となった秩父市を走る秩父鉄道共同で、両作品がコラボレーションした記念ギップを2012年1月に発売。2012年6月24日と2013年6月23日には埼玉西武ライオンズが、ラキスタ、デート銘打ったイベントを開催し、コラボグッズの販売や司役の福原香織や、鏡役の加藤栄美里による、支給式や一部会ので、 場内アナウンスを行っている。この集客効果は埼玉県の観光家に観光資源として力を持っているんだと認識させ、2013年よりアニメ漫画祭り員埼玉開催へのきっかけとなったラキスタオンステに関するカテゴリー。ありがとうございます。